トートグトートグはアメリカ海軍の潜水艦タンバー級潜水艦の2番艦トートグの名を持つ艦としては初代にあたる艦名はアメリカ大西洋岸に生息するベラアモクのトートグにちなむトートグは第二次世界大戦で最も武勲を立てた潜水艦の一隻であるアメリカ海軍の公認記録ではトートグは26隻の日本の艦艇 船舶を撃沈しその総トン数は7 2 6 0ットンに上った。敵船舶の撃沈席数では、アメリカ潜水艦の中では、第1位、トン数でも第4位にランキングされている。トートグは1939年3月1日、コネチカット州グロトンのエレクトリックボート車で寄港され、1940年1月27日、 リチャード・エス・エドワーズ夫人の手で浸水し、7月3日に、ジョセフ・ H ・ウィリンガム少佐、アナポリス1926年組の指揮下収益した。収益後、トートグは、ロングアイランド湾で、軽めの訓練を行い、ロングアイランド湾でのメニューを消化後に9月6日から11月11日まで、カリブ海のバージン諸島海域で、本格的な訓練に従事した。カリブでの訓練終了後は、 ニューロンドンに戻って1941年2月上旬までニューロンドンをベースに活動した。4月に入り、トートグは他の2隻の潜水艦と共にハワイ・シンジュ湾に開港されることとなニューロンドンを出港。パナマ運河地帯のココソロとカリフォルニア州サンディエゴを経由し6月6日にシンジュ湾に到着した。10月中旬まではハワイ近海で活動を行い、 10月21日に、スレッシャーと共に、ミッドウェイ海域へ45日間、活動するよう命令を受けた。この活動は、戦時紹介のためのシミュレートであり、無線風刺状態で会場にいた2隻は、38日間に、わたって、連日のように16時間から18時間にわたって、先行をしていた。トートグは、訓練期間終了後、12月5日に、真珠湾に帰島した。 真珠湾攻撃の当日、トートグは真珠湾の潜水艦基地に停泊していた。フォード島に日本機が最初の爆弾を投下して間もなく、トートグは同じく在泊中のナーワルや近くの駆逐艦と共にメリーポイントの方から向かってくる九七、指式艦光に対して反撃の射撃を行って、これを追い払った。月日、トートグは最初の紹介で、 マーシャル諸島方面に向かった。トートグは、この紹介で、九百四十二年に一月四日に、ビカール干渉を偵察したのを皮切りに、ビキに、一月六日、ロンゲラップ、一月七日及び十七日、一月八日、バト及び、クエゼリン、一月九日から十六日の各干渉を偵察。クエゼリンでは五千トン級貨物船、総発機及びタロール船を発見したが、 他の干渉では、目星活動は確認されなかった。1942年1月13日、トートグは、不接艦乗番あるいは、早くじら型潜水母艦とされた艦艇に対して、魚雷3本を発射したが、結果は確認できず、逆に制圧を受けた。2月4日、トートグは41日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理のためメアアイランド海軍造船所に開港された。 修理後、トートグは4月9日に同地を出港、新珠湾に戻った。4月24日、トートグは2回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。4月26日10時頃、トートグはジョンストン島近海を航行中、戦望橋を発見した。トートグは、相手に対して有利な体制に持ち込み魚雷1本を発射、命中して、相手は沈没した。 相手は、旅三重であろうと判断され、この戦果は公認された。しかし、当の旅三重はこの少し前に除籍されたばかりであり、東都軍が発見して沈めた物体の正体は、不明である。担当海域に到着直後、東都軍は、司令部から、支給トラック諸島近海に急行するよう命令を、受けた。三五回海戦で損傷した、空母昇格と無傷の空母図角を中心とする、 日本艦隊がトラックに向かっており、特に昇格は相当な大損害を被ったものと、司令部では判断していたため、これを撃沈すべくウーンディドベアー、テオイグマと称する作戦を行うこととした。しかし、昇格の損傷度合いを見込み違いしていたせいで、尊ぐっと、他の潜水艦、グランパスが、グリーンリングはいずれも昇格に去られてしまい、片すかしを喰らった。 昇格は5月11日にトラックを出港したが、トートグはこれにも気づかなかった。5月15日、トートグはトラック南方で、特設運送船五葉丸、五葉、小船、8467トンに対して、魚雷2本を発射。1本が命中して五葉丸は、中破した。しかし、もう1本が円を描いて、不安定な動きをしたので、トートグは、 時間に命中するのを防ぐべく深く先行することを余儀なくされた。この頃、トートグアにより、付近にトラックへ向かう4隻の日本の潜水艦がいることを知らされた。この4隻は、シドニー襲撃に参加するイ、e、22、イ、e、24、イ、e、27とイ、e、28である。二日後の5月17日朝、トートグア、情報通り潜水艦が向かってくるのを確認。最初に来た。 潜水艦と2番目の潜水艦は取り逃がし、特に0648に2番目の潜水艦に向けて発射した魚雷は早期爆発を起こしてしまった。3番目にやってきたのが E28 であり、ト,ートグは司令塔に E28 と書かれているのがはっきりわかるほど接近し、1101に魚雷2本を発射。うち1本が E28 に命中し、E28 は高校不能となる。 上に著しく傾斜するイ28が、後部から反撃の魚雷2本を発射してきたと判断したトートグは、水深46メートルの位置に逃れた後、1107に730メートルの距離で、とどめの魚雷を発射。魚雷はイ28をコッパミジにし、イ28の破片や乗組員の肉片などが降り注いだ。5月22日夜、トートグはの地点で、 トラックから出てきた2隻の貨物船を見し、特設旧誕流船三津江丸大連機船5461トンに対して魚雷を発射し命中させて撃破した。3日後の5月25日18時30分頃、ろ、東都川の地点でラバウルから神戸に向かっていた特設運送消マ丸大阪商船4467トンを発見。消マルは前日まで 他の貨物船と船団を組んでいたが、護衛艦が去ったので独行していたものであった。トートグは、昇華丸に巨雷一本を命中させ、昇華丸は5分で沈没した。トートグは、この紹介で6隻1万9500トンの戦果を上げたと主張したが、戦後のの調査で3隻7500トンに下方修正された。6月11日、トートグは47日間の行動を終えて、 フリーマントルに祈祷した。7月17日、東都具は3回目の紹介で、セレブス海、南シナ海及び、インドシナ半島方面に向かった。8月6日、東都具はの地点で、陸軍船を灰を丸、白洋汽船、5872トンを撃沈した。9月10日、東都具は57日間の行動を終えて、 フリーマントルの南にあるアルバニーに帰島。潜水母艦による整備を受けた。10月8日、トートグは4回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。この頃は、魚雷が不足しており、この紹介では、魚雷代わりに搭載した機雷の不設任務も命じられていた。10月20日、トートグは、私物海峡北方で檻からのスコールの中、薄暗い船影を発見した。 トートグは用事にして先行し確認したところ、それは75トン程度のスクーナーであることが分かった。トートグは浮上し、スクーナーに向けて搭載砲を一発放つと、相手は停戦し、国際信号機を掲揚した。スクーナーには、日本人と4名のフィリピン人の乗組員がおり、フィリピン人は、泳いでトートグにたどり着き、後に、アメリカ海軍に入隊した。一方、日本人は、 トートグに移ることを拒否し、ボートで逃げ出した。トートグは、スクーナーの船尾に三発の砲弾を撃ち込み、航行不能にした後、日本人のボートに水を与えた上で一番近い陸に向かうよう指示した。トートグは、スクーナーを沈めるための射撃を行うと、スクーナーの中から、荒手の日本人が現れて、船体のあらゆるところによじ登った。トートグは十発ほど撃ち込んだ後、 残骸を置いてその場を去った。10月27日、東トグは、セシルデメール島近海で、暗闇の中で、火脚船を発見し、しばらく追跡した後魚雷2本を発射。魚雷は命中し、相手は、船尾から火災を発生させ、数分後に沈んでいった。この相手は、元は、中国潜兵案だった北安号、北方工業古墳有限工事、3585トン。 であろうと考えられた。北安号は、新高島からキールン、香港を経て、西郷に向かっていたが、10月24日に、香港を出港してからその消息を絶っていた。翌日にも、護衛艦を伴った商船を発見し、来撃したものの失敗。反撃を受けた。11月2日、東都具は、付近のインドシナ半島パダラン岬近海に嫌いを、苦節。 任務を果たしたトートグは、キロに着いた。11月11日、トートグはの地点で、特設不施関心孔丸、橋本汽船、6479トンを来撃。しかし魚雷は命中せず、トートグは深度深く先行して被体した。付近の第5号汽船点が反撃し、爆雷を合計20発投下。うち5発が東ト,トグの資金で爆発し、 花裸しい浸水が発生したほか、爆発で核機器に異常が発生。しかし、トートグは、なんとか攻撃に持ちこたえて、沈没を免れた。11月21日、トートグは44日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長が、ウィリアム B、バーニーシーグラフ少佐、アナポリス1931年組に変わった。 12月15日、トートグは5回目の紹介で、ジャワ海、バンダ海方面に向かった。12月24日、トートグはのオンバイ海峡を航行中に、特設給料船、第2番週丸、西太陽漁業、998トンを発見。翌12月25日の3時過ぎまで追跡した後、巨雷を3本発射。うち2本が命中し、第2番マ丸を撃沈した。 トートグは、西に向かって逃げたが、監視艇に発見されて10時間にわたって制圧された。制圧から逃れた後も、なおも西に向かったトートグは、アロール海峡で、貨物船と思われる船と護衛艦を発見。しかし、相手は、突然、トートグに向かってきたので、これは、対戦相当部隊であると判断したトートグは、魚雷を発射した後深く先行して反撃が収まるのを待ち。 静かになってから紹介を再開した。1943年1月5日、トートグは左限監視方向に小舟を発見。接近して調べてみると、12名のムスリムと4名の女性、それに何人かの子供とヤギ、鶏が乗っていた地元民の船だった。トートグは小舟の航海日誌を調べた後、小舟を解放した。1月9日10時38分。 トートグワのアンボン島近海で、京準洋館ナトリを発見した。ナトリは、前日に被爆し、航行不能となった、水雷艇ともつると、それを栄光する20カリを警戒すべく出撃していたが、水上偵察機などに任務を譲って、アンボンに帰島するところであった。トートグワ、ナトリを、左前方に見て接近し、3分後、ナトリまでの距離が2700メートルになったところで、 魚雷を発射。10時43分、発射した魚雷のうち1本が、ナトリの後部に命中し、ナトリは命中部分から後を防出した。ソナーで、ナトリのスクリュー音が止まったことを確認した後、7分後に、トートグは2回目の攻撃で、魚雷2本を発射したが、この魚雷は命中しなかった。ナトリは14センチ砲でトートグの潜望鏡を撃った、後、アンボンに入港していった。 トートグは94式推定の爆撃を受けたが、幸いにも投下した、対戦爆弾は不発だった。1月22日、トートグは、河合な島近海でガソリンを輸送していたヤシママル、ダホ船、モトランダ船、マイマー、1873トンを発見し魚雷を3本、発射。魚雷はヤシママルに命中して、これを撃沈した。翌月日、トートグは、 さらやる海峡で再びナトリに出くわした。ナトリは先の後アンボンで修理していたが、これを嗅ぎつけたオーストラリアからの b 二十四によってさらなる被害を受けたため、不設艦アオタカの護衛でマカッサルに下がるところであった。ナトリとアオタカは東徳の遥か後方にいたが、この時は艦尾発射艦に魚雷は残っておらず、東徳は U ターンしてナトリに向けて、 魚雷四本を発射した。この時、シーグラフ艦長はこの時のナトリを、ナトリとは別の軽巡洋艦と判断していた。しかし、魚雷は、ナトリの後方をかすめ去って命中しなかった。ナトリは、トートグのいる海面を十四センチ砲で制圧し、青高は爆雷を投下。上空護衛の九十四式推定も、対戦爆弾を降下したが、全く効果はなかった。トートグは、 この攻撃ですべての魚雷を使い果たした。トートグはこの紹介で2隻6900トンの戦果を上げたと主張したが戦後に2隻2900トンに修正された。1月30日、トートグは46日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。2月24日、トートグは6回目の紹介でフローレスを及び マカッサル海峡方面に向かった。この紹介では、バリクパパン近海に嫌いを付設する任務も与えられており、3月6日に付近の予定海域に嫌いを付設した。3月17日、東トトグは、セラム島沿岸部で、空襲によって破壊され座標放棄されたタンカー海、白丸、大連機船、3271トンを発見。魚雷を発射し、 戦備付近に命中させ二次爆発を起こさせた。トートグは、さらに三本の魚雷を発射したが、これは命中しなかった。4月9日朝6時ごろ、トートグはのセレベスト南端部東島近海で、スラバヤからアンボンに向かう輸送船団を発見。7時ごろに、まずルビー RB カら南、RB ルピア、ルピア RT ペナン、RT ルピア、ルピア、ルビーマル、日本優先。 5214トンに向けて、魚雷を3本発射。うち1本が彼南丸に命中し、彼南丸は、沈没を防ぐためブトン島に座礁したが浸水が止まらず、13時35分に沈没した。護衛の駆逐艦磯波が彼南丸の遭難者を救助したが、都東具東はその磯波に向けて、魚雷を4本発射。磯波は魚雷をすべてかわしたように見えたが、一本が、 磯波の艦尾をかすめた後、磯波の方に曲がってきて命中し沈没した。また、目標を恐れた魚雷が途中で爆発し、付近にいた遭難者が吹き飛ばされて死んだ。トートグはこのほから移設して装備した五十一口径5インチ砲と、機銃で三月十日に四十トン級、サンパン、三月十一日に小舟、小船、三月十八日にスクーナーを撃沈した。トートグは、 この紹介で2隻6800トンの戦火が公認された。4月19日、トートグは53日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。5月11日、トートグは7回目の紹介で、フローレス海、ボニワン、モルッカ海及びセレベス海方面に向かった。この紹介では、 セリベス方面の適当な島に2名の監視員を上陸させる任務が与えられてた。この2名の監視員は敬虔なムスリムであり、トグの乗組員はイスラム教及びイスラム教の食のタブーに最大限配慮したもてなしを行った。乗組員が食べていたものは供することができず、ツナと鮭が供することが可能なタブー外の食品だった。また、公開誌にはを上陸させるまで、 一日五回の礼拝のために、メッカの方角を監視員を教える任務が与えられた。5月20日、トートグは、不上方船で、モーターサンパンを撃沈。5月25日、トートグは、計画通り、カバエナ島に、ムスリムの監視員を上陸させた。6月6日、トートグはのバサリン海峡入り口で、陸軍戦神栄丸、トミ小作、973トンに対して、 魚雷を3本発射。魚雷は20秒後に命中し、新英丸は黄緑色の閃光を発しながら沈没した。6月20日には、のサイパン島西方で、特設運送船ギラ天丸、明治海運、4474トンを撃沈した。この紹介は6回の雷撃と3回の浮上砲戦の機会があったが、撃沈は2隻14300トン。 戦後に五千三百トンと上的な成果とは言えなかった。七月四日、トートグは五十三日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。オーバーホールのためハンターズポイント海軍造船所に開港された。十月七日、トートグは八回目の紹介でパラワ方面に向かった。十月二十二日、トートグはファイスト近海に浮上し、同東にあるリンサンジオ工場に対して、 艦砲射撃を浴びせた。11月4日、東都具は、マラカラル水道沖で、輸送船団に対して来撃して、第35億船艇を撃沈し、タンカーや3隻の貨物船を損傷したと判断した。第35億船艇の撃沈が公認されたが、本物の、第35億船艇は1944年12月24日に、バーベロの来撃により喪失しており、実際の戦果は、 ゼロだった。トートグは、魚雷をすべて使い切ったので、以後2日間は、この輸送船団を位置を知らせつつ追撃したが、結局振り切られた。11月18日、トートグは41日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。12月12日、トートグは9回目の紹介で、日本近海に向かった。12月27日昼頃、 東徳和の潮の岬近海で、元特設水上機母艦が川丸、川崎汽船6863トンに対して、魚雷を6本発射。うち1本が君川丸の船尾に命中して君、川丸を航行不能とし、それた魚雷のうち1本が漁船に命中して破壊した。直後から、護衛艦や水上偵察機が東徳を攻撃し、4時間にわたって、 合計99発もの爆雷を投下して制圧したが、東都グには被害がなかった。1944年1月3日、東都グは熊野川川口付近で貨物船最終丸、三号機船2082トンを発見し追跡。十時頃にの三機崎沖に至ったところで魚雷を3本発射。潜望鏡を上げて観測するうちに一本が命中し、最終丸は 爆発を起こし潜望鏡からの視界を妨げ、周囲が晴れた時にはすでに沈没していた。そのうち、高速のスクリュー音と消火器に打電する音が聞こえたので、トートグはこの海域を去った。翌1月4日、トートグは、レーダーで目標を探知。良い攻撃態勢を取るべく追跡した後、の島半島大大崎沖で目標に向けて、魚雷を六本発射。 うち4本が目標である、輸送船宇佐丸、日本製鉄、3943トンに命中し、宇佐丸は船体を2つにして沈没していった。1月12日夜、東都具は、大大崎近海で2隻の貨物船で構成された第7110、船団を見、護衛艦に制圧されつつも、魚雷3本を発射し、1本が、特設級平船工業丸、岡田商船、 6353トンに命中して、中破させた。1月17日に、この地点で、駆逐艦があるいは、護衛艦に対して、夜間レーダー攻撃を追い、最後に残った3本の魚雷を発射したが、命中しなかった。トートグは、この紹介で2隻9700トン、戦後に6000トンの戦果を上げた。1月30日、トートグは49日間の行動を終えて、 真珠湾に帰島。潜水母艦ブッシュネルによる整備を受けた。2月24日、東ト都トグは10回の紹介で、千島列島方面に向かった。東ト都トグは、北海道北東沖から、バラムシル島までの海域を紹介することになっていた。しかし、担当海域に向かう、途中の3月5日、東ト都トグは、この戦争での唯一の戦死者を出した。 トートグの感情で作業をしていた何名かの乗組員が突然大波に襲われた。そのうちの一人であるトートグに配属されたばかりの RA ララミー機関水兵だけは行方不明となり、直ちにララミー機関水兵の捜索が行われたものの、結局ララミー機関水兵を発見することはできなかった。3月13日、トートグ和の地点で陸軍船高津丸山本機船 1915トンを発見した。高津マ丸を追跡しつつ、次第に良い攻撃体制に持ち込んでいった後、3本の魚雷を発射。この攻撃では回避され、2度目の攻撃で魚雷を4本発射。魚雷は命中したものの高津マ丸は沈むすぶりも見せなかった。東徳のシーグラフ艦長は、魚雷の無駄遣いを避けるべく、5インチ砲で始末することに決め、 浮上した後ようやく高津丸を撃沈した。東都具が生存者を捜索していたところ水平線上に別の船が出現したので直ちに先行。新たに出現した陸軍船松人島丸松岡機船1942トンに対して魚雷を3本発射。魚雷は松人島丸に命中してこれを撃沈した。3月16日夜、東都具は ミッドウェイ島への帰島途中、レーダーで7隻の輸送船団が接近しているのを探知した。この船団は、ウルップ島へ第42師団の一部を輸送すべく、小樽から釧路経由で航行していたものであった。東軍は檻からの濃霧の中、船団の右側から攻撃することに決め、のアイカップ岬、釧路南東沖で重なるように航行していた2隻の船に対して、巨雷を4本発射。 手前の船の方で最初の爆発があったのを確認したが護衛艦がやってきたのでトートグも深く先行して反撃をかわした。この攻撃でトートグは護衛の駆逐艦白雲を一撃のもとに撃沈した。また別の魚雷2本が陸軍輸送船ヒレンマル日産機船5460トンに命中し20分で沈没した。反撃をかわしたトートグは 二回目の攻撃で、残存の中型貨物船と別の船に対し魚雷を三本発射した。しかし、駆逐艦の制圧を1時間半にわたって受けたため、結果を確認することはできなかった。トートグは、この紹介で5隻17,700トン、戦後に4隻11,277トンの戦果を上げ、これはトートグの紹介の中でも最も攻撃的で、 成功したものの一つに数えられた。3月23日、トートグは28日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。この時トートグの館長はから転じてきた、トーマス S バスケット少佐、アナポリス1935年組に変わった。4月17日、トートグは11回目の紹介で、千島列島方面に向かった。5月2日、トートグは、 松は島と岩木島に囲まれた山和湾に座礁している陸軍輸送船両用丸東洋汽船5973トンを発見。これに対して2度にわたり魚雷を4本及び2本発射し1本ずつ命中して余用丸を破壊した。翌5月3日の朝、東都側の地点でレーダーにより目標探知。農務の中で目標に接近した後、 魚雷を4本発射して2本が目標に命中。東徳が接近してみると目標はまさに沈もうとしているところであり、辺りの海面にガソリンやドラム缶や船の断崖、救命ボートが散乱していた。この目標は陸軍輸送船伏見丸内外機船4935トンであった。伏見丸には護衛として駆逐艦の風がつけられていたが、 の風は、農務の中でトートグを発見できなかった。トートグは、南に下って新たな獲物を求めた。5月8日朝、トートグは、江山三崎東大沖で、輸送船団を発見し、船団で最も大型の貨物船宮崎丸、日本製鉄、3948トンに向けて、魚雷を日本発射、うち1本が、船尾に命中して、これを撃沈した。トートグは、 護衛艦によって7時間も制圧されたが、損害を受けなかった。翌5月9日未明にはの地点で、第6関丸に対して、魚雷を2本発射するも回避され、5月12日にはの地点で、第252戦弾を発見し、最後に残った3本の魚雷を輸送船、第2万坂丸、栗林船、1186トンに向けて発射。魚雷は、 第2万坂丸に命中し、猛猛たる煙を上げながら沈んでいったのを確認した。ト,ートグは、この紹介で4隻2万500トン、戦後に1万6千100トンの戦果を上げた。5月21日、ト,ートグは35日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。6月23日、ト,ートグは12回目の紹介で、本州東岸方面に向かった。 7月8日、東都グはの地点で商船に魚雷を一本命中させて、撃沈。浮上して生存者一名を救助し、生存者の陳述によれば、船名は、貨物、船松丸、日本海、汽船、888トンといい、松丸は東京から室蘭に向けて、木材を運搬しているところだった。翌9日、東都グは占い森島方面に向かいつつあった。 釧路南方海上を航行中、水平線上に船を発見。トートグは先行して、様子を伺ったところ、それは三搬であった。トートグは浮上して五ンチ砲を21発発射し、相手の船尾を破壊して炎上させた。トートグは、予定を変えて南下し、7月19日に、スミス島近海で、東京に向けて、ヤシ油を輸送中だった小型船を砲撃で撃 6名を救助して、捕虜とし尋問すると、1 0名は、北竜丸と言った。東都具は、翌20日に、鳥島から2マイル離れた海上で捕虜を、ゴムボートに乗せて解放後西に向かい、8月2日に、三木崎沖で、輸送船団を発見。東都具は730メートルのところにあった、貨物船クイアスシマル、帝国船舶所有、山下汽船運航、1922トン。 九位戦、フリエリコンソリー2に向けて、魚雷を3本発射。まず1本が命中し、目標が見えなくなるぐらいの爆発を起こした。続いて2本目が命中すると、後には1畳の黒煙が残るのみであった。トートグは、護衛艦からの反撃をかわし、ミッドウェイ島へ向かった。この紹介での戦果は二隻四千三百トン、戦後に百八十七トンと、全二回と比べると、 期待外れなものであった。8月10日、トートグは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。アメリカ本土に開港され、ベスレヘムスチールで2度目のオーバーホールに入った。作業終了後、12月上旬に、真珠湾に戻った。12月17日、トートグは13回目の紹介で、東、シナ海に向かった。 ミッドウェイ島とサイパン島を経由し、シルバーサイズの指揮下で紹介を行った。1945年1月17日、トートグワの地点で、第15号輸送艦を発見。トートグワ3本の魚雷を発射し、うち1本が命中。トートグワ640メートルまで接近して、さらに魚雷を発射し、これが止めとなった。1月20日夜、 トートグはの津島海峡で9100メートルの彼方に敵船を発見。相手は月によってシルエットが浮かび上がっており、トートグは敵船に接近して魚雷を2本発射。魚雷は命中し沈んでいった。日付が1月21日になってすぐにトートグは残骸に接近し、生存者1名を救助。生存者の陳述によれば、 この船は、特設水雷母艦主流丸、大阪商船、1857トンであり、神棟から佐世保に向かうところであった。その日の午後、東徳和の安土大島近海でタンカーを攻撃すべく、護衛艦を避けて接近して4度の攻撃を行い、クレイ開港途中のタンカーズユン丸、岡田商船、145トンを撃破した。1月26日には、の地点で、 木造トロール船を浮上砲船で撃沈した。2月1日、トートグは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。これがトートグの最後の紹介となった。第1戦から退いたトートグは、訓練艦として、真珠湾に配属される。3月2日、トートグは、真珠湾で、対戦作戦中の航空機支援艦となり、1ヶ月の、 活動後本国への帰途に就く。トートグはサンディエゴに4月9日到着し、カリフォルニア大学の研究班と共に潜水艦の安全性を改善するための新型機材の研究実験を行う。9月7日、サンフランシスコに向かい太平洋予備役艦隊入りする。その後命令は変更され、10月31日に東海岸に向かう。トートグは11月18日に、 ニューハンプシャー州ポーツマスに到着し、12月8日に退役した。トートグは1946年のビキニカンにおける原爆実験で標的艦として使用される予定であったが、それは取り消された。1947年5月9日に第9海軍艦区での予備役訓練艦に指定される。トートグはウィスコンシン州に牽引され、 1947年12月26日に、ミルウォーキーに到着した。その後10年にわたって、五大湖海軍予備役訓練センターで固定され、訓練に使用された。トートグは、訓練任務を解かれ、1959年9月11日に、除籍された。船体は1959年11月15日に、ミシガン州マニスティーのブルティマドックドレッジ社に、 スクラップとして売却された。トートグは第二次世界大戦の先行で14個の従軍聖賞及び海軍主君部隊賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。